おはようございます。即会塾の暗号通貨ニュースです。まあ今日はですね、2018年の予測と展望パート2ということでお届けするんですけども、まあ今、今年はですね、やっぱり多くの方が気になるビットコインへの意見なんですけどもね、今集めてるところなんですけども、まあ昨年の高騰から今年の価格を含めどんな様子になるのかということを かね、価格は5万ドルという予測とかね、クラッシュして燃え尽きるという予測とか、両極端なんですけども、今ね。でも,もしかして、ビットコインっていうのが、これから地位を変えていくんではないかなと。まあ、いいにしても悪いにつけても、今のままではいら,れない,いられないんではないかなとは思うんですけども。さあ、今日はですね、エーダコインの、ね、連絡でございますけど、エーダコインの購入についてなんですけども、以前私はね、ビットレックスでの購入をお勧めしていたんですが、このビットレックスっていうエーダコインが、 ビットコインとね、交換できるビットレックス、この取引所なんですけども、こちらの方が、新規の受付を、まあ、ちょっと前にね、停止したんですよね。これはですね、何かトラブルが起きてあげるわけではなくて、新規でのお,お申し込みが多くてですね、もう対応できなくなったんですよ。それが急に増えたもんですから、まあ、職員さんとかも増えないし、対応する、その、システムとか、サーバーとか、あとは、職員さんのスキルですよね。この辺の能力も、 世界中から殺到してましたんで、ちょっと追いつかなくって、新規を停止ということになりまして。で、一部取引もできないものがあったり、送金詰まりとかが起きてるぐらいの、まあ、申し込み用なんですよね。で、代わりに出てきたのが、ビットレックスっていう中国の、お取引所なんですけども、ここもですね、ついに、新規登録をちょっとね、やめてしまったというね、えー、昨日がオープンと言いますか、まあずっとオープンしてたんですけども、昨日が申し込みがものすごく多くて、一説によると25万人の新規登録者が、 申し込みが世界中から来たそうなんですよ。さすがに1日25万人の対応はもうパンク状態ですよね。完全にできないと思います。25万人というと、そうです尾道市の人口が17万人とか言いますから、25万人ってのは島根県の人口の 半分ぐらいに40、40%ぐらいに匹敵しますからね。まあそうなると、世界中からいろんな国からですね、そんなことされてはもう対応できなくなるな、というところです。で、今後なんですけども、二つ申し上げます。一つはですね、まあビットレックスと、そのバイナンス以外にエーダコインが購入できるところ、まあ今ね、情報を集めて、まあ,あやふやなところも結構多いんで、簡単には紹介できないんですけども、エーダコインを購入できる、安定して購入できそうなところっていうのを今調査中ですんで、こちらの方は今しばらくお待ちいただき いただいてまあ、ビットレックスとバイナンスの方にこちらのですね復旧の方を期待するしかないかなというところでございますで復旧した際なんですけどこれに2つ目の申し上げる点なんですけど2つ目の注意点なんですが今度はですね自国の免許証っていうあの身分証明は多分取れなくなるんではないかと私はこういう時予想するんですよというのがパスポートなら全国共通というか世界共通なんで簡単なんですけども 免許証になると、かなりね、翻訳をしたりとかね。で、いろんな免許証の、こう、承認を取ったりするとか。で、現住所の確認とかを、なんですか、公共料金の支払いとかでやらなければならなかったりとか、結局ね、対応する方も、すごく手間がかかるんですよね。そういうことも考えて、多分今後は、パスポートに統一されるんではないかなと予測しますんで、えー、まあ今ね、新規登録ができないよっていう方、ぜひ今のうちにパスポートを、 持たれてない方は持っておいてください。で、パスポートを持っている方は執行してないかどうかを確認して、まあ、執行していたら更新の手続きを取るというふうにされた方がいいと思います。今後、いろんな取引所が新たにできますけども、パスポートがやっぱり世界標準になります。で、ま、国内でね、エーーコインを買ったりすることまだできませんので、まあ、今年中に私はですね、 あのー、コインチェックさんとかね、ビットフライヤーさんがエーダーをやってくれるとは思うんですよ。期待すると思うんですよ。これだけの取引がありますから、あのー、これからの基軸通貨、今年はあのー、エーダーコイン元年になるんではないかなという気もしますんで、うんまあ、ただまだその見通しが立ってないのと、うん、特にまだ問い合わせても返事がないもんですからね。まだわかりません。今はまだ海外の取引所に依存するしかないというのが、エーダーコイン新規購入希望者の、まあ 頭の痛いところでございます。だから何でも早めがいいってことですよね。何でも早めに登録して、何でも早めに自分のアカウントを持っておいて、何でも早めにダイダルスにエダを移して、あとは見ておくというね、感じですよね。だからエダコインプレセールで買われた方は、もうとっくにダイダルスに移していますんで、あとは見ているだけと。で、エダコインっていうのは基本的にはガチホールドですから、3年ぐらい全く手をつけないって状態で増やすわけですから、この後、ステーキングとかもね、予定されてますけども、もうダイダルスに もう、エダが入っている方は、ゆっくり落ち着いて、ステーキングスえー、3月ぐらいですかね、こちらを待つことができるということになってきます。ちょっとね、まだ、エダコインに手をつけられてない方には、朗報ではないような形なんですけども、まあ、一刻の早くね、復旧を待つのは同じ気持ちでございます。まあ、一応ご案内する部分が、ビットレックスよりも、今のところバイナンスの方の期待能がありますんで、私の方にお問い合わせいただいたら、 まあ、今みたいなね、今お話したてある注意点も込みで、バイナンスの方を紹介させていただくようになると思いますけども、復旧次第またお知らせしますので、この放送でね、またお届けいたします。それでは今日の速化塾の暗号通貨ニュースは以上でございます。ありがとうございます。